ます。こんにちは、貝柱です。青汁いただきます。買ってきました。ありがとうございます。これめっちゃうまいんだが、この青汁、これはおすすめ。名前忘れたけど、あ、フルーツと野菜のおいしい青汁って書いてるわ。通りでフルーティーなもんですよ、本当にね。いや、それにしてもまあウィンター寒いっすね。急遽何、日本は0か100かしかないの？そのじっくり寒くなるとか、じっくり暑くなるとかない、ないの？何、トレンドは0か100なの？四季さんよ、秋が文句言ってら。というわけで今日は明日というジョーダン・ピールのね、映画、正直途中まで保温ぐらいの感じで見てたんですけど、やっぱ最後のあれでうーわあららっていうね、ラスすさまじいラストカット、この動画見て興味持ったら本編見てみてください。どんなお話かっていうと、米国本土の地下には数千キロのトンネルがある。廃棄された地下鉄鋼、使われなくなった通路、そして廃坑などだ。多くのものはそれらが存在する意味を知らない。まあ言うとりましてね、始まるんですけれども、1986年サンタクルーズ、テレビでやってんのは貧困層をなくそうみたいな、それの PR 映像みたいなやつが流れてるわけですよ。ガキをなくそうみたいな言って、人々がこうやって横並びにもう手をつないでいる、たくさんの人たちがね、手を取り合って協力していきましょうつって、これ実際にそういうイベントというか、まあやってたらしいですよ。実際1986年、アフリカ系アメリカ人の少女アデレート、アディね、通称お父ちゃんお母ちゃんと、なんか浜辺近くの遊園地があるから、そこ遊び行ってたわけですよ。でその間、お父さんお母さんがちょっと目離したうちに、アディがふんふんって離れていっちゃう。そのままトコトコトコって歩いてさ、浜辺のその館のアトラクション見つけるんですよね。なんか鏡の迷路みたいなアトラクション、屋敷なんですけど、その中にほにょーって入っていって、うわーって鏡張りですよ。全面鏡張りで。うわー、どこが、わ、迷路わかんないわよーっつって。で、鏡には自分が当然映ってて、うわー、あたいも映っているわーって、バーってやってたらさ、なんか気配感じるわけですよね。後ろに。すこぶる気配と思って。ピャッて振り返るとですよ、女の子がこうやって後ろ向いてるわけですよね。え、アディ、え、誰やろうと思ったら、その女の子がシュッて振り返る。その女の子の顔はアディの顔とうり二つなんですよ。アディもピャーピャピャイのピャーよ。ほんでシーンが変わって、ウサギがたくさん、一つの檻に一つウサギが入ってる。その檻がいくつも並んでいるんです。ポン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 。それがカメラがビャーって引いていて。まあオープニングみたいな感じ。そして時は経ち、現在ですよ。大人になったアディは、もう結婚もしていて、夫のゲイブ。あと子供にね、二人子供がいるんです。ね、娘のゾーラっていうのと、あともう一人息子のジョーナサンじゃない、ジェイソンかな。この四人家族で、アディたちはサンタクルーズにある別荘にね、行ってるわけです。休みを過ごすために。シューン。だから昔アディが暮らしてた地元サンタクルーズですよ。アディだから、こう車でビャーって行くんですけど、思い出すんですよね、子供時代のことを。さあさあ、ほわ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 わわ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 、鏡張りの部屋、女の子振り向き、ピャーって思い出すわけですよ。あのあとアディはね、不思議な出来事にあってショック受けちゃって、喋れない状態、言葉を出せない、失語症みたいになっちゃって、その後精神科医とかにも通ったりしたんで、今なんとか喋れるようになってるんですけど、今もたまにやっぱその失語症の症状出る時があるんです。だから地元ちょっと怖いんです、トラウマ化してるんです。まあ、で怖がってばかりもいられんから、そのサンタクルーズに友達の家族もおるからね、この人たちと一緒にだから浜辺に行って、家族ぐるみでね、仲良し遊ぶわけですよ。でその浜辺にまあ行く時にですね、救急車がバーってあって、あ、なんか事故かなって、一軒の家から男の人がこう運び出されてくるんです。エレミア書11章11節って書いてる本持ってるんです。あ、なんか顔はなんかゾンビ化したノーマン・リーダスみたいななんかノーマン・リーダスじゃないのに似てるんですけど、それがバーって運び込まれて、わー、なんだろうね、どうしたんだろうね、あの人みたいな。ほんで息子のジェイソンね、ちっちゃい男の子なんですけど、まさにジェイソンみたいなマスクをこうやって
かぶって遊んでる男の子なんですけど、わーって、うわ海だわー、すごい果てしねーとか言ってね、遊んでるわけです。イエーって、海だすげー、わー、それゆえに催してしまったつって、トイレに行って、わーって、でトイレ、仮設トイレあるもんで、そこでジョーってやって、バターって出てきたらですよ、その浜辺のところにまた男の人が立ってるんですよね。赤い服を着て、その上にコートみたいな着てる、袖から血がポタポタポタって出てるんです。でジェイソン、その男の人を見て、あややきしょいとか思いながら、ほんでまあ浜辺から帰って、夜ですよ、アディが夫のゲイブに対してやっぱちょっと子供の頃のそのトラウマの経験を話すんです。あたいさ、ここでさ、子供の頃さ、あの鏡の屋敷入ったんや、ほんときにさ、私と同じウリ二つの子供見てや、って、え、それ鏡の反射じゃね、いや、ちゃうちゃう、もう鏡もないところで見てや、あの子がちょっと私のことをね、捕まえに来るんじゃないかと思って不安なんや、あ、大丈夫やで、俺がおっからや、つってこう話をしとるわけですけど、あの子供の時代の話じゃないかと慰めるんですけれども、そしたら、パーン、ツパーン、タンタン、停電するんですよね。真っ暗になって、あたり一面、あ、どういうこと？子供たちがさ、シャーってちょっと外の様子を見るわけ。で、言うわけですよね。外に4人家族が立ってるって。え、どういうこと？と思って、ちょっとパーって外を見たらさ、まさに4人家族がですね、手をつないで、ポン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 、立ってるわけ。そのまま微動だにしてね、ずーっと突っ立ってる。え？何あの人たち？ちょっと不審者かしら？あれですよ、別荘の敷地、自分たちの敷地の中に勝手に入ってるから、だから、夫のゲイブが、よし、俺がちょっと一言言ってくるっつって、ガチャンって出て、言うわけですよ。すいません、ここうちの敷地なんですけどね、っつったら。いや、だから敷地なんで、ちょっと勝手にそうやって入ってこられても困るんですよ。ちょっと怖がらせようとしてる相手間違ってません。僕ら、これ僕らの敷地なんですけど。ね、聞いてる？全然話にならない。相手はもうずっと突っ立ってるから。もうだからゲイブもちょっと脅しのつるまれるバッと持って、おら、こっちが黙ってりゃいい気になって、おら、俺のこのフルスイングが、お前の頭に当たって大変なことになっちゃうけど、って言うの。ねえって。あっちに行ってよって、あっちに。そしたらそうやって手を繋いでいた4人家族の人たちが、それぞれですよ。シャ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 。3回していって。ね、ここのシーンめっちゃ気持ち悪いんですけど、本当に。それぞれこの別荘の敷地をこう囲み込むわけですよ。なんか木にシャカシャカって登ったりとか、裏手のその窓から、そのマスクをかぶった子供みたいな人がグワーって、ドンドンドンって叩いてたりだとか、で、その大柄の男の人もね、ズンズンズンって入ってくるもんだから、夫のゲームも、おい、ちょっとなんで、やめる、マジで警察呼ぶけれど、みたいな。で、結局家の中にまで入ってこられちゃって、暖炉の光が当たって、やっとそいつらの顔見えるんですけど、そしたら、我々とね、アディたち家族と全く同じ顔してるんですよ。アディと同じ顔の人、夫のゲイブと同じ顔の人、息子と娘と、みたいな、うん。で、赤い服全員着てて、だ衝撃受けるわけです。同じ。スロットなら大当たり。そしたら、もうアディが、うわぁ、あの時の人たちが来たと思ったら、そのアディとそっくりの女、自分のことをレッドって名乗ってるんですけど、そいつが話し出すわけですよね。どうやらこいつらが言ってるのは、お前たちの我々はドッペルゲンガーやでと。アディたちが、あなたたちは何者って聞くと、私たちはアメリカ人だと。そのままアディと同じ顔のそのレッドってやつが手錠出して、おい、これ手錠でつなげっつって、アディにつながされて、机にこうやってつながされて動けなくされるわけですよ。次は夫のゲイブにそっくり、もう二つのこの大柄の男が夫のゲイブをバンバンバンって追い詰めて、夫のゲイブがうわーって外まで、うわーって逃げるわけ。階段がダンダンダンってあって、うわーダンあーガタン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 、階段、どんどこどこどこ、わあ、すごい転がりを打っていく人間。まあ、こういうふうにね、それぞれ、家族、4人家族は、それぞれのドッペルゲンガー、影と対峙することになりますが、アディのドッペルゲンガー、レッドは、この日を待っていたと。彼女たちの正体は、何なのか。アディたちの運命はいかに、みたいなお話です。
で、最初のあらすじの方で話した、ハンズ・クロス・アメリカって、だから実際にあったイベントらしくって、チャリティーイベントですよ。結構なんか批判があったらしい、当時。貧困層を救おうとか言ってきながら、結局富裕層がもっと超えるためのなんか仕掛けみたいなのがたくさんあったりして、結構だから批判も受けてたらしくて、この映画だから、このハンズ・クロス・アメリカっていうのをおちょくったというか、そういう社会風刺的な要素もこの映画に含まれてたりする。かといって、じゃあそんなお堅い映画なのかとやれば全然違くても、めっちゃエンタメで超面白い、そんなことも考えなくても別にすごく楽しめる。僕も見てる間そんなこと一切考えない、へえ、ドッペルゲンガー面白いぐらいのもんで全然楽しめるんで、安心してください。僕もだって見た後に知ったもん、これ。 見てる途中に、ほう、これは社会風刺だななんて、僕頭悪いから全然わかんない、そんな。 見た後に、アスっていう映画についてちょっとネットで調べたら、そういうふうにネットで、あ、こういう要素もあるんだよって書いててくれたね。便利だね、インターネットね。グロいシーンほとんどない、ほとんどないっていうか、ゼロなんじゃないかな。もうなのにめっちゃ怖いというね、すごいね。僕はグロ映画とかそういう系大好きなんですけれども、反面やっぱこういうグロ、そういったショッキングなというか、チーブドバドバとか出さずにこんなに怖くできるのって、やっぱり、すごいなとか思うんですよね。見ててやっぱ怖かったし、見るときはだからぜひ音量爆音で見た方がいいと思うんですけど、この先中盤以降のネタバレが含まれるので、明日見てない人気をつけてください。友人家族たちも近くに住んでるんですけど、その友人家族たちのドッペルゲンガーまで出てきだして、友人家族全員殺しちゃうんですよ。で、その友人家族に助けを求めに行って、アディたちは「友人友人友人マイベストフレンド!」友人の家に行くんですけど、その影が、まあ、赤い服着てるんですけどね、同じように占拠してるのを見て、うわ、マイベストフレンドまでやられてしまったっていうふうになるわけ。こっからどうするかって言ったら、物理攻撃で反撃する。めちゃくちゃ強いんですよ、この家族。そのドッペルゲンガーを襲ってくるじゃないですか。うわーっつって必死で反撃して、バコンバコンって、もうね、結構勝てるんですよね。 結局その友人たちになりすましたドッペルゲンガーたちを殲滅させて、家族総出で ボコ殴りにして なんだこの展開とか思いながら見てたらさ、その後もっと地獄ですよ。赤い服を着たね、ドッペルゲンガーたちが大量発生するんですよね。ブワーって出てきて、ニュースにもなるんですよ。大変です大変です、赤い服を着た人たちが暴行していますって、もういろんな人たちを襲って、もう街中パニック、アメリカ中パニックになるんです。で、そういう赤い人たち、要はドッペルゲンガーたちがそうやって人々をぶっ殺していって、何するかって言ったら、また手をつなぎ出すんです。赤い人たち同士で手をつないで、パッパッパッ。それが、もうズムラー、尋常ならざる距離。浜辺とかにもズラーって赤い服の人たちがもう奥まで手つないでて。アディは、そのまま子供時代に行ったトラウマの鏡部屋、あそこの中に入って、そしたらそこが地下につながってるんです。でっけえエレベーターでブーって地下に行く。なんだここと思って地下行ったらさ、地下にはもうめちゃくちゃ広い地下通路、フロアで、そこにたくさんの部屋があって、そこにアディの、ドッペルゲンガーのレッドがさ、いてさ、まあ、黒板があってさ、なんかそこにいろいろ書いてるんです。そこで語り始めるわけですよね。我々はアメリカ政府の実験によって生まれたお前らのクローンだと。ね、アメリカが実験でこうやってクローンを生み出したんだけど、とある理由でアメリカはその実験をやめて、このクローンたちもいなかったことにしたと。地下に閉じ込めた。で、問題だったのは、クローンとオリジナル、それぞれ別の魂があるのではなくて、魂は一つ、共有の魂が一つしかないのだと。で、基本的にその魂っていうのは地上にいる人が、まあ、所有っていうかものなんで、地上の人たちが楽しくさ、地上でイエーイって人生を謳歌してるじゃん。で、地下で生まれたクローンたちはその魂の動きに沿って地下で同じ動きをしてるわけですよね。例えば地上のオリジナルが野球をやってたとしたらですよ、地下の人間はその動きに沿って地下で野球の素振りをしてるとかね。地上の人間が結婚したら、地下の人間も同じ人間のクローンと結婚するみたいな。魂は一つ共有、
だけどアディのクローンであるレッドがそれに反旗を翻して、そのクローン人間たちが地上に出てきて、今回俺たちにもちゃんと人生がある、私たちもちゃんと人生があるぞって言って、こうやって地上の人たちを制圧していってるんだと、うん、お前たちを恨んでいると。でもって気になりません？魂が一つ共有で、地下の人間は自分が所有している魂はないわけですよ。だからその動きは地上の人間と連動しているはずなので、それこそ影みたいに。なのに今回なんで反旗を翻すことができたのかと、自分の意識がないくせに。ここにアディの秘密があるわけです。アディ実は子供の頃に、ね、鏡の部屋で出会った自分とうり二つの少女、ね、この時に二人がね入れ替わっちゃってたんですよね。地下にいたクローンが地上に戻って、本当のアディはそのまま地下に連れて行かれちゃったわけです。入れ替わっちゃった。で、アディはだから得意点になるわけですよね。自分だけオリジナルだから、地下にいるクローンたちに影響を与えていって、地下のクローンたちも自分でこう、まあ、魂っていうか動けるようになったと。それでアディはオリジナルの方ね、入れ替わっちゃった地下にいるアディは粛々とこいつらで反旗を翻すタイミングを狙っていたという。だから最初からアディのクローンは地上にいて、最初からもうそういう、もう復讐の種はもう撒かれちゃってたということなんです。最後だからやばい、その赤い服を着たクローン人間たちがそうやって手をつないでいってるっていうじゃないですか。なんかね、上空からね、そのアメリカのこう土地を映した映像に移り変わるんですけど、ブワーってよーく見たらですよ、もう地平線の彼方までもう何キロ何百キロ何千キロに及ぶまで、その赤い服の人たちが手をつないでるんですよ。ずらーって、それがもう上空からもう豆粒程度しか見えないんですけど、その赤い人たちがずーっと手つないでる映像が流れて終わるっていうめちゃくちゃ怖かったっすね。制服完了っていう。で、なんだっけ、劇中にエレミア書11章11節とか、あと時計の針が、針っていうかデジタル時計が11時11分を指してたりっていうのが意味深にこうカットで並んだりするんですけど、なんかこれもね、僕もだからもう何も知らんから、ネットで調べた情報だからね、ちょっとそれそのままお伝えすると、なんか旧約聖書のやっぱ一節らしいですね。その中には、災いが起きて助けを求めてもおめえらの言葉には耳を貸さねえぞと、愚かなことを繰り返した人間たちがいくら泣こうが叫ぼうが災いは必ずやってくるんやぞみたいなのがなんか書かれてるところらしいんですよ。だからまあそういう意味でこう暗示としてね、災いっていうのが近々来るでっていう暗示としてこう出してたらしいです。まあでもこの辺も本当豆知識程度で、それを知ってなきゃ楽しめないみたいな映画じゃなくて、もう全然別に。でウサギが所々出るのもなんかだから、ジョーダンピールが俺ウサギ怖えとか言ってるらしくって、ウサギ怖えんだよねって、だからなんか恐怖の象徴、監督の恐怖の象徴としてウサギを出してたとか、あとウサギって実験動物としてね、だからマウスとかと思って同じようにこう使われてることが多いから、今回のクローン実験のものとやっぱり比喩的なものでこう印象的に使ってたとか、まあらしいっすね。面白いですよね、やっぱそういうところとかも。まあ本当でも豆知識程度なんでね、もう知ってなくても全然楽しめる。ぜひ気になった人はご覧になってみてください。前回の動画のコメント返し、ミーシャ、貝柱さんの動画のコメ欄でコメントすると基本的に1回はいいねしてもらえる。あ、ほんそうなの？あ、本当だ、4ついてる、4ついてる、すごい。そうなんだ、柱オタクたち優しい。そうなんだ、その割には僕のツイッターとかあんまりいいねないな。いいねないな。うーん、1万人くらいいるのにいいねつくの100とか、うーん、あれ後の9900人どこ行ってるの、あれ。いやいや、まあその冗談ですけどね。まあそんなもん、すごいね。そうなんだ、僕も結構ね、というか個人的に死ぬほどいいねする人で、こういうのっていうか、ツイッターで例えば、貝柱とか言って検索してエゴサーチを、エゴサーチするじゃないですか。で、たまにその、僕が絶対にいいねするのは、貝柱の紹介で、この映画見た、
とか貝柱の紹介でこの漫画見たつって感想書いてる人のやつはもう絶対にいいねする。うわ嬉しいみたいな感じで感想どう思ったみたいな。たまになんか嘘っぱちじゃないけど見たふりするやつたまにおるから、なんか謎のなんだこいつみたいな、絶対見てねえやんみたいな、なんかいいね欲しさに見たふりしとるやんみたいな人がたまにいて、少ないですよ。たまに謎の人類がいるんですけど、それは大体わかるんですよ。その感想とか見てて、絶対ちゃうやんこれとか思うから、そういうのは無視してるんですけど、ちゃんと見てそうな人にはね、いいにして、わあ嬉しいとかって一人ではしゃいでたりしますけど。なるほどね。まあ、だからなんだという話ではないんですけど、まあ、いいね。いいね。こういうのいいね。いいねっていうことで。はい。今日の動画、みんなのコメント欄がなんか、いいねが増えたらめっちゃウケるね、なんかね。こういう話して。やけに、どいつもこいつもコメントを、みんなのコメントなんかいいね入ってる。なんだこれみたいな。まあ、ほどほどによろしくお願いします。